最近なんじゃか年のせいか本が見づらいの。いやーみんなこんにちは、人参モンド。はい、というわけで、今日も引き続き、ダークソウルの方やっていきましょう。残すはカラミッドとあと灰の湖方面だけですね。もう最終回、多分次回最終回ぐらいなんじゃないでしょうかっていう勢いです。この下は犬がいるので、まあ、なるべくバレにくいように霧の指輪と静かに眠る流因、これがどれだけ効果があるかわからないけど、ちょっとこれでいってみましょう。あっちのアイテムを取るかな。カラミッドは一回出会っておく必要があるね。あのシースと一緒で、あの竜は強いんすよ。竜は強いからね、まあ無敵、ほぼ無敵のパワーを持ってるんだけど、そこをね、おい犬全然来んじゃねえか、犬がこら。わ、しかも出血しそう。あ、そう、こないだね、こないだ、なんだろう、あーやばいやばいやばい、あの危ない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 、あのタクシーに、いや一体血が出ちゃったよ、ベタカロン出ちゃったよ。なんかあのタクシーに乗る機会があって、あのなんかアベマ TV の公式放送みたいなの出させてもらった時に、ワイは千葉県に住んでるんで、でその放送が深夜3時に終わって、まあ電車が動いてないってことで、なんかタクシー代を出してくれるよってことで、でもいいんすかこれっつって、いいんすかっつって、ワイはもう本当タクシー代深夜料金ですごいかかりますよって、いやでも出しますよっていうことで、あのねタクシーにね、あ、いていていて、このクソ犬どこまでついてくるんやこれ、クソ犬がマジどこまでついてくるんやこれ。でタクシーに乗らせてもらったんですけど、あのね、でまあ夜だから、まあ、すげえ、まあ、深夜料金だしね、結構距離があるから、なんか高速使いますって言われて、まあ、高速に乗ったんだよ。そしたらね、料金がねアホみたいに上がってね、まあ、15分タクシーに乗ってもう15分後にはなんかメーターが7000とかぶっ飛んで、うわ怖ーとか、もう普段俺もう貧乏症だからタクシーなんか絶対使わないわけよ。でもね、開幕15分でね高速に乗ってね、なんか7000円とかぶっ飛んでね、マジでね怖かったっすね。俺は全部出してもらえるということだったんですけど、マジショッキングでしたよ。しかもね、そのタクシーのうんちゃんがね、やべえよ、タクシー運転手兄貴がねすげえ飛ばすの、も高速120キロとか130とか出して、お前単純にそれスピード違反なんだよなとか思いながら見てて、で俺ね、そのなんだろう、そのアベマのそのスタジオから付近もなんかたまにドライブで行ったりするんだけど、あーミスった、これあたシンプルミスった。でまあね、そのねタクシー運ちゃんがね、マジかなりかっ飛ばすわけよ。まあ、深夜のね東京のタクシーマジかっ飛ばしすぎだろってぐらい、まあ、かっ飛ばすんですけど、で高速ならねまだわかる、120とか130出すの、まあまあね、まあ、基本的には違反だからわかんだけど、なんだろう、高速降りてからもね、あその辺の道ね40キロ制限とかのとこもね、80キロで、ね、こいつ飛ばしてんなみたいなとこあってね、もう単純に違法なんだよなとか思いながらもね、でもね、なんだろう、普段ね俺そこ走る、よくドライブとかするんですけど、走るのに帰ってくるのに1時間半とかかかるんですけど、まあ、そいつがねクソかっ飛ばしたおかげでね、まあ、50分で帰ってこれたから、まあ、40分短縮だからね、まあ俺はね夜で眠かったから、もうこの際何も言わなかったけど、やばかったね深夜の東京タクシーは、マジお前らも気をつけろよって話。はい、高野目豪さんですね。シコ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 してますね、これで。ほらほら、あそこで軽く射精してるもん、あれ見て、あれほらなんか出てるもん、あれほらさっき出てた、これほら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 、なんか出てるよ、ピュッピュッピュッピュしてる、ほら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 。そういえば愛の戦士さんも最近なんか、ここだけの話、のしすぎで、チンチンを痛めましたね。なんかおしっこするたび痛え何の話。うん、俺もね、なんか激しい、なんかここのオナニストの称号欲しいからさ、俺も。だからさ、で、なんだっけ、お前。竜どもはな、なるほどね。お前、早く矢打てや、こら。あれ、見たからさ、あれ、カラミッド、あれあれ、これ、もう一回やったらいけるだろう。あ
ほら、黒い竜に難儀してるのではないか。これカラミッドのイベントを見るとイエスって答えると、うん、カラミッド、かつてアナウロンドスでは見逃した恐ろしい竜だ。それに人の実ではない、人とか人参、酸が足りないの、人参の実だからな。諦めつもりないだろう。イエス、肉帝国の竜に私は敗れませんよ、ゴーさん。ああ、こいつはね、自室にこもってずっとシコシコやってるんですよ。なんかもうかわいそうになってくるよ。俺みてえだよ、本当に。うん、気に入った。アルトリウスの霊もある。キコにゴーの竜狩りを見せてやろう。あ、ゴーさん、もう目が見えないのに石を置いてオナニーをやめてくれた。ゴーさん、すいませんね。もう目見えないのにね、こう手で探ってるのね、すごいっすよね。もうさ、もう倒してくれよって思うよな、これ。こうね、かっこいいっすよね。ここかっこいいし。カラミッドが、まあ、偶然にも飛んでくると。ここアーチャー。ここクラスアーチャーのサーバント。ムーン2個説出たな。ゴーさん2個説出たな。あの、レア様一行の。ムーン、ハローのムーンチ。おぉ、あー、やったー、さすがニコ、ニコとビンスのニコ説出たな、ゴーさん。わかる。これ最強すぎ。うん。ゴーさん連れてこうぜ、あっちも。見たか、見事命中だ。俺、前見えてないやんけい。うん。今日の武勇試合、良い知らせ待ってるぞ。ありがとうございます、ゴーさん。行ってこよ。行ってこよ。しゃあ、カラミッド久しぶりだわ。マジで。あそこで死んでるやつがいますね。はいはいはい。まあこれ回収して、あれどこだっけ、なんかアイテムあるの。ここだっけ、降りていいとこ。あ、ここやな、多分。あ、ほんまに？ほんまに？リベンジだよ！いや、カラミッドはね、なんだろう。普段ね、僕はスルーしちゃいます。普段っていうか最近やってないけど、無印やってた頃はね、もう完全スルーしてたね。なんか、あの、カラミッドのあの、しっぽ切って手に入るあの、体験欲しい時ぐらいしかもう、めんどくさいから戦ってなかったな。で、ここ来ても現場だけ取って帰っちゃうっていうのがほとんどだったから、なんだろう、その、まああ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 あ絡みってわかんねえ、全然覚えてねえ。やべ、いける。あ、これさ、これまずいよ、まずい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 。炎バーでしょ、これ炎バー、これ炎バーは覚えてる。よくちょっと見極めていこうぜ、見極めていこう。ほら、これあニンジンマン、ニンジンマン、ニンジンマン。やべ、これ火ダメージ2倍ですね。確か2倍だっけ。とりあえず火ダメージがやべえことになる、これ。うん、このなんか呪い受けると。やばい、最悪の指輪と。おい、強いよー。ああ、強い。ああ、ああ、危ない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 。マジ危ない、マジ危ない危ない。許してくれます。あ、これ炎バーからのカラミッド。やばいやばいやばい、これ強い強い、怖い。おいしょー、ドン。あ、でも結構いいダメージ出る。さすが1周目。なめんじゃねえよ、カラミッド。ほら、頭の呪い。あ、これチャンス、これチャンス。これ尻尾切る、尻尾切りに行こうぜ、せっかくだからよ。ほら、カラミッド。痛い。これエスとパナしていこう。エスとパナしていこう。からのエスと美味しい。いや、意外にいけるわ、カラミッド。意外にいけんだよな。うえーよ、木目の指輪が強い。木目は最強なんだよな。あ、これ何、炎来る。これ何、これ突進か。うーん、おいっす。木目が強すぎる。あ、カラミッド、お前の実力は。そんな、あ、痛い、すいませんでした。前、すいませんでした。飲んでいけ。あ、痛い、あ、やばい。カラミッドって言うてそんな強くないから、こいつ言うて見かけ倒し全員だから。あ、怖い。飲め、ここで飲んでいけ。いいよ。で、動きを見定めていけ。なんで、そんだけじゃねえか。あ、怖い。あ、今がチャンスだったんだよな。ほんとは尻尾がチャンス。うわぁ、いや、欲張った。ちょっとやっぱダメージ食らわない方針でいくか。
あでも木目の指輪が強すぎる。木目の指輪あったら多分カラビット雑魚だ。久しぶりに倒して、いやー危ねえ。今の横ロリだったはずなのにちょっとガードができて、いって尻尾攻撃それな弱えんだよ。何が黒竜カラビットだよ。お前は知ってる、ゴーの矢を受けてるからな。やべ、あ、これでもおまたチンコカラミッチンコチンミット、おまたおっぴろげ。カラミットもやっぱよ、やっぱそういうとこ弱点みたいなとこあるからよ。所詮みんな弱点なんで、そこはドアがいても鍛えられないから。黒竜はもうそれは弱点なんだよ。お前はもう、まあ、シースになって弱点はあった。ゴーだってお前、あのなんか4騎士とね言われたゴーだって性欲にはかなわなかったんだよ。だから実質であいつはオナニーをやめないだろ。そういうことだよ。俺だってお前ソロプレイの探求のしすぎで、お前俺だってチン痛めてるからな。あ、待ってください俺だって痛めちまったからよ。止まるんじゃねえぞ、マジ大変だわ。ちょお前ロックか、お前どこ見てんだーこら。あ、でもカラミットやっぱいけるわ、余裕なんだよな。余裕ボーイ、カラミット余裕ボーイだわ。やっぱ一撃しないのはでかい。いや木目ロリ強すぎる、マジで木目ロリ強い。木目ロリ最強だわマジ。おいー、今の抜けた、今のうまく抜けた。あ、これもう次で勝ったよ。あ、じゃ木目ロリ最強、マジ木目ロリ強い。木目ロリやったらマジで、マジしかも俺ロリコンパワーも出てるわ。木目ロリかけるロリコンはつまり最強なんだよ。カラミット、これもうエスト飲んでいいだろ。あいつが炎ぶっぱは当たらない、縦炎は当たらない。おお、行って、待って、これで死んだら笑えないから。危ねえ、怖い。これこっちからの前ロリ、あいしょー。あ、意外にぬるけぬるゲーオブザイヤーだったわ。アスパラの直剣、これだってお前俺アスパラの直剣使ってないからね。あぶね、お前これでお前アスパラの直剣だったら多分3発ぐらいで溶けてたな、あのカラミットとかいうやつね。え、ここは奥に原盤があるね。いや、どうしよう、カラミットもっと時間かかると思ったわ。なんか死ぬほど苦戦すると思ったカラミット。なんか俺の中でなんだろう、ハムと4人の子とマヌスとカラミットは死ぬほど苦戦する3大ボスのイメージあったけど、なんかねやっぱなんかブラッドボーンとかダクソ3のあの難易度で鍛えられた感あるよね。で、あっちの端くれのアイテムなんだっけ、あれ待てよず、多分あれもね勇敢な勇者の大きな、あ、違う、あれヒデオソウルじゃねえかな、さすがに。あ、ちょ待って、なんだろう、あ、これゴーの弓だよ、これ多分ゴーの弓、ゴーの矢の、ゴーの大弓の矢だよこれ多分、ゴーの矢。はい、ゴーの矢来た、思い出した、ここにゴーの矢あるんですよね。じゃあゴーさんのとこ行こうぜ、ゴーさんのところにゴーだよ。カラミット倒して手に入れられるこの最悪の指輪、火ダメージが倍になるという、まともなら、装備する意味はない。これは人知れずひっそりと隠されるべきものだと。マジであのド M プレイヤー用ですねこれは。で、まあこれつけてるとなんか頭の上に可愛いものが浮かぶと、まあこれファッションで俺してた時あるわ、可愛いよねこれね、ニンジンマンのベータカロチンのパワーの源と、まあ、火ダメージ倍増指輪をつけて行くか。話しかける。今日カラミットを買ったんだろ。ありがとうございます。あ、この意味が竜なギーマ、確かに私は不要なものだ。で、これでね、倒したと話しかけるとゴーの大弓を、まあ、譲ってもらえると、あとこいつはクソ団子製造機なのでクソ団子を売ってると、あとこんにちはとありがとうね、こういうものも売っていると。キコラに教えてやろう、ダークソウルをやってて三大楽しい瞬間の一つである、混沌の娘にフォースをぶっ放すということをね教えてやるよ。混沌の娘のこの腕さえなければおっぱいが見れる、そう思った時はないかな。フォースだ、そういう時はフォース、決まったー、混沌の娘の貴重なポロリシーンだ。これはドスケベ、これはドスケベだ。
来たー、ドスケでおっぱい。髪の毛で隠れているが、まあ、それはそれでエロい。いや、かたくなに胸から離れないこの髪の毛、エロい。えっどい、えっどい。ありがとうございます。ありがとうございます。しかも気づいてないというドジっ子天然プリ。ありがとうございます。エンジンのを見とく？エンジン効かねえわ。エンジン効かねえわ。さて、再びやってまいりました。大樹の移ろを下って、行ってやってきたのはこのエリンギマンたちの国ですね。キノコ帝国。キノコ帝国にやってまいりました、ニンジンマン。まあでも今回はキノコ帝国に用はなく、あわあわ、ここ落ちる、ここ落ちる。キノコ帝国に用はなく、その奥の、灰の湖ね。灰の湖というステージにね、ちょっと用があるので。あれどこだっけ、どこだっけ、どこだっけ。やめろー、やめろー、マジ。お前、ここまで来んの地味大変なんやぞ、お前ら。ふざけんな、マジで。危ねえ、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 危ねえ。危ねえ、危ねえ。来んな、来んな、来んなよ。絶対来んなよ、絶対来んなよ。絶対来んな、絶対来んなよ。ここね、すごいね、綺麗なステージなので、好きな人も結構多いのではないでしょうか。灰の湖というステージです。でもね、なんかここもうちょっとね、ボスとかいても俺は良かったと思う。ヒドラはいるけど。もっとボスとかいてもね、ほんと良かったと思うんだけどね。で、今なんか右の方にね、見えましたよね。なんか、あ、これ戻れない？右の方になんかね、見えましたよね。あっちの方に。なんかいますね。何かいますね。ちょっと行ってみる。ちょっと行ってみる価値ありそうですね。うわー、ほんま綺麗、神秘的。このステージはね、好きですね。好きなだけになんかもうちょっと攻略ステージとしてね、もうちょっとあってもよかった感はあるけど、まあ逆にこの神秘な感じが。あビビるビビるビビる、それは。それはビビる。すごいよね。木の下に、こんな、地下にこんなステージがあると。一体どうしたんだ？玉ねぎマンが二人。いや、お前はジーク・リンデちゃんじゃないのか？なんということだ。父は、この亡者はもう動きません。誰にも迷惑をかけない。これでやっと終わり。私はカタリナに帰ります。あなたにはいろいろとお世話になりました。私はもう十分なお助けができません。受け取ってください。私たちにはもう不要なものです。これちょっと、あれですよね。ジークバルドさんが、ジークバルドじゃない。ジークマイヤーさん。お父様、お父様。まあ、ここでジークマイヤーさんが力尽きてしまった。冒険中に力尽きてしまったか。まあ、ジークリンデちゃんが、狂ってしまった、父を殺したのかちょっと定かではないのですが、まあ、ここで悲しいね、別れがあると。玉ねぎマンの父親。なんということだ！わかった。俺が今、弔ってやるからな。今までありがとう、玉ねぎマン。だがこのままではあれだからな。俺が日本式で、ジャパニーズ式で仮装してやる。ありがとう、玉ねぎマン！仮装屋、仮装屋、ありがとう、玉ねぎマン、ありがとう、ありがとう。あ、やべ、バレた、やべ、やべ、やべ、やめてくださいよ、ジークリンデさん。仮装が当たっちゃっただけじゃないか。ほら、お前だろ、お前が玉ねぎマンをやったんや。お前が玉ねぎマンの父親やったの分かってる。お前のせいや。全部お前が殺したんだ、見てないところで。クソ、お前も闇に落ちたのか、ジークリンデ。なんということだ。お前だけは、お前だけ許さん。ジークマイヤーさん、今仇を取るぞ。お前の娘は狂っている。お前の娘は狂っているんや。この焼き玉ねぎにしてやる、焼き玉ねぎにしてやる、この野郎。プレーン、さらばジークリンデ。さらばだ。今日親子仲良くここで釧路。私が野菜帝国の意地を継いでやる。ふう、危ねえ。なんという強敵、なんという強敵だったんだ。じゃあこのステージ進んでいきましょう。いや、今のはもう不可抗力ですね。こっちが仮装しようとしたところ、向こうがなんか土地狂って殴りかかってきたと。でね、これで父は誰にも迷惑をかけませんと言ってたんで、あれはちょっと絶対あいつがね、
ジークリンではあのジークマイヤーさんのことをね殺したという、まあね、あれは証拠だったとね言えるのでね、ここちょっと面倒くさいね、こっちからこう入らないと取れねえのか、これここはなんか鱗、竜の鱗がめっちゃ手に入るステージですね。なんかあっちの方にも至る所に落ちてるので、あの各自探してくださいね。ここなんか登れね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 、であっちのホタテとかもいるので、ホタテ強いんだよなここな、海鮮帝国のホタテよ、海鮮帝国、やべこれあれだわ、そもそも、まあ、こいつひるむからいいんだけど、あべ行って、あめっちゃ移動してきたやんめっちゃ移動の仕方キモ、怪獣席取れた、お前の移動の仕方キモくない、そんな飛んでくんだっけ、こっちまで潜っては来ないのな、あ、これこれこれ、あ、で、そこにあるのも竜の鱗ですね、竜の鱗なのでせっかくなので取りましょう。水死体が浮いてますと、やべえよ、怖えよこれ、ホタテも来てるしよ、まあここはもうスルーでいいでしょさすがに、このヒドラめんどくさすぎ、あー落ちる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 、ホタテ危ないぞホタテ、あー忍者マン忍者マン、ホタテが溶けた、ホタテが溶けた、なんということは海鮮帝国のホタテがやられてしまった、ここは危険すぎる、ここは危険すぎる、忍者マン、いち早くここ抜けなければ、あれこっちの入り口あったらそっちから行くんだっけ、これどっちから行くんだっけ、こっから行けんだっけ、怖えな、こっから行くの、こっちから行けただろ、なんか大魔法防御とかあるだろこれ、大魔法防御とんのさ怖えんだよな、その何これ、あ、裏からの呪いガエルみたいな、バシリスクタイムで、ここに落ちるんだ、思い出しましたよ、うわっ、危ねえ、でここで大魔法防御がこれで取れるはず、え、何これ、いけない、いけない、大魔法防御はミシュランマンになる、簡単にミシュランマンになれるっていう、裸なんで呪い攻撃やめてくれメンス、呪い攻撃やめてくれメンス、やめてくれメンス、怖え怖え、うわ、ちっか、顔ちか、顔怖、うなぎじゃん、うつぼじゃん、あマジ海鮮帝国のやつら怖え、いやここの道好き、アマナもこんな感じだよね、クソステージ、天野の祭壇、天野といい、ここといい、ほんとね綺麗なステージですよ、あーいいよねこの雰囲気、やっぱ幻想的やな、こうなんかすごい、うわマジ綺麗、神秘的な、ナウシカで出てきそう、風の谷のナウシカ、5分で灰が腐るぞっていう、すごい綺麗、でもここはねもう本当に制約、うわー行って、ここまで届くの、やべやべ、第2射来てる、あっぶね、こんなとこまで届くのってぐらい届いたな、うわーいいですね、なんかいや人参マンのルーツがここにあるみたいな道のりやな、人参マンのルーツ、まあ最後に来てよかったよ、人参マンのルーツが今ここにって感じだ、本当にすごい。で、ここにはかがり火があると。で、パッカリーン、こんぬずわ。こんぬずわ。で、ここで制約結びますと。確かね、こいつと。あれ話せないっけ、こういうふうに祈る。まあ、祈らないんだけど、祈るんだけど、いらないんだけど。で、こいつは、あーね、これ尻尾か。尻尾がね、切れるんですよ。コリュー全員そうなんだけど、なんかマジ無抵抗なこいつの尻尾切るのってどうなのって思うんだけど、でコリューの体験が手に入るという感じで、ドラゴンウェポン、マジかわいそうマジかわいそう、うん、無抵抗なのに尻尾切られてこいつは変えられるからね、勝負だぜ素晴らしいチェスター、いや自分自身、俺はお前だ、お前は素晴らしいチェスターが行く3周目の旅、つまり中身は5年前の俺、つまりお前がさらわれてきた世界、それは5年前なんだよ、勝負だ素晴らしいチェスター、そうだその調子だ、やる気になったか、おい素晴らしい男よ、
俺はお前を倒してお前の装備意識を手に入れなければならない。さあ赤浦美か、よくないよくないな、そういうのはよくないぞ。ほら来いよチェスター。いや昔の自分だ、これは5年前の自分との勝負なのだ。こっとあー言ってマジ落ちろバカー。よしおバカー、マジアホがー。やはり5年前の私は取りに足らぬ存在だった。5年前を凌駕したな。まあ、5年間あったら俺も成長するってことですよ。さよならだ5年前の私。5年前の自分を倒したら今の俺はいないんじゃないかという、あのそういうタイムパラドックスが発生してしまうが、まあ、そういうのはもう考えないことですよ。ここを5年前の俺の墓にしよう、うん、5年前の俺の墓だここは。5年前の俺を弔おうぜ。ありがとう5年前の愛の戦士、そしてハッピーバースデー。今日からの5年後の今日この時を迎えた愛の戦士、ハッピーバースデー私、そしてさようなら私、新たな自分との出会いありがとう、ありがとう私。